ツネさんの持ち込み企画ということで、はい、お願いします。はい、温厚だと思っていたツネが実は裏ではめちゃくちゃ怖かったら、新メンバーはどんなリアクションするのか、ドッキリ。若い力欲しい言うてるやん、ずっと。はい、ご発展感動。はい、うん、ずっと後か例えたら。どうも、完食です。どうもです、ツネです。お願いします。今日なんですけども、はい、もうちょっと初めてと言ってもいいでしょう。そうですね。ツネさんの持ち込み企画ということで、はい、ありがとうございます。お願いします。はい。実は、あ、ごめんなさい。緊張しすぎだった。ツネ、どうした？ツネ、どうした？これ穏やかじゃないですね。全然穏やかじゃない。ね、俺ちなみにもう大体聞いてるねんけど、そうですね。もうこれ今日無理やで。ツネが今何をしようとしてるか、どうとしてるか知ってるけども、ツネの持ち込み企画なんで、やっぱり仕切ってもらうから。はいはいはい。緊張してるやん。今日のやつできないでしょ。できます、できます。できるの？できます。いける？大丈夫です。改めていくよ。はい、はい、どうも、快速です。どうもです。お願いします。はい、さあ今日なんですけども、ツネ、はい、さんの持ち込み企画ということで、はい、お願いします。はい、温厚だと思っていたツネが実は裏ではめちゃくちゃ怖かったら、新メンバーはどんなリアクションするのか、ドッキリ。これを言いたかったよ。そうです。なんか実はって出したぞ。なんで実はって。最初にそっち出てきちゃってごめんなさい。緊張します。これは波乱の幕開けですね。そう、これだから本当にね、最初に言ったように新しくて、今回満を持して、そう、はい、珍しく常が、はい、ちょっとカジサック、うん、これやりたいっすっていう。そう、そうなんですよ。なっていうのは、やっぱり僕も、うん、新メンバーで入らせてもらった時に、はい、ドッキリしてくださったじゃないですか。懐かしい、懐かしいよ、はい、今サムネ出てるかな。 はい、あれ結構評判良かったよ、はい、もうむちゃくちゃだね、むちゃくちゃだ。会議で、はい、そうそうそう、みんな踊り狂い出したりとか、はい、変なルールがあるみたいな、はい、変なルール、まあ要は歓迎ドッキリみたいな。そう、歓迎ドッキリ、はい、したよ、はい、うん、はい、それをやっぱりリュウジにもやっぱやってあげないと。そうそうそう、はい、まあ確かに、うん、まあリュウジ、まあ、入って、うん、まあすごい真面目で、はい、でも何かしらやりたいよねっていう話はなってたんですけど、はい、そうですね、まあでもまだいいかっていう、なんかふわっとしてたんですよ、はい、でもそのタイミングで常がちょっと、うん、もう今やってなった、はい、うん、緊張感がある状態の時にやりたいんですよね。あー、なるほどね、はい、常もあの時そうやったもんな。めちゃくちゃ緊張してたんですよ、やっぱり。確かに、確かに、あの時、あの初めての会議で。そう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 、めちゃくちゃ緊張してたんで、うん、で、あれで僕やっぱり会った後に、うん、そのちょっと砕けたというか、この緊張の意があったから、はい、っていうとこがあるので、あれで距離がね、ぐっと縮まる感じがあったもんね。それを早くやってあげたいんですよ。なるほど。そして、はい、まあ、おそらく視聴者さん的にも今思ってることなんですけども、うん、はい、何をやるんでしたっけ。実は僕がむちゃくちゃ怖かったらどんなリアクションするのかという。ほんまにできる。要は切れるみたいなことだよね。そうです、そうです。できんの？できますよ。いや、一番苦手そうな。そうそうそう。俺とか結構得意やんか。はい、今まで何回もやってきたり、本物に切れたりとか、うん。できんの？できます。やらしてくださいよ。やってみたい。ほんまに？うわぁ、楽しみ。いや、できるんやったらええけど、不安よ。ちょっと常に緊張してるから、まあ俺大体分かったよ、はい。じゃあ流れ俺が説明しようか。はい。すぐ。はい、じゃないよ。お願いします。はい、じゃないよ。あなたの持ち込み企画なんだから、せめてなんかお願いしますとか言ってくれんと。そらそやろみたいな感じやったけど、今頼むよ。お願いします、解散君。そう、実はですね、はい、まあ、リュウジがチームに入って今ね2週間弱ぐらいかな。そうですね、やってるんですけども、まあいろいろリュウジには頑張ってもらってますわ、はい、研修期間って言っていろいろ頑張ってくれてる中で、はい、やっぱり会議ってなってくると、うん、結構6時間7時間我々やるじゃないですか。やります。やっぱりリュウジにそこに参加させたのはさすがにまだちょっとしんどいかなと思って。そうですね、はい、会議には呼んでなかったんですよ、はい、で今回この企画をするにあたって、まあリュウジ会議出てもらおうかっていう話になってたんですけど、うん、なんとリュウジからですね、うん、ちょうど、うん、あのそろそろ私も会議に出たいですって言って。素晴らしい。やっぱりその会議に出て物の準備とかもそこで分かれるし、まあ確かに、もうね完璧なのよ。すごいや、タイミングバッチリや、はい、そうや、逆に中野くんなんかもう会議休みたんでしょ。なあ
そうっすねそうっすねってそうっすねってそうだからリュウジからむしろ今回言ってきてくれたからじゃあこの初めての会議の参加で、はい、できるんじゃないかなそういうことやなったんですよね、はい、なんでちなみに今日ですね会議夜6時からかな、はい、やるんですけど我々ちょっと早めに入ってます、はい、だからちょっといろいろセッティングとかもせなない隠しカメラとか、ねはい、やってる中で、うん、まあちょっと会議もしようよどんな感じで、うん、まあそうですね座り位置どうしてとかも考えなあかんし確かに確かにで我々まあ早めに入ってる状態ですわね、うんうん、ほんでリュウジが6時に来るやんか、はいまあ、俺らもう5時半ぐらいからスタンバイしとこう、はいはい、彼真面目やから10分前15分前20分前に来るかもしれない、はいはい、そうでずっと隠しカメラちょっと準備して、はい、待ってる状態でリュウジが来ますと、まあはい、来ますよねおはようございますそっからもう切れ出すってこと切れますいきなりいきなり行くいきなり遅いかなとかそういうことあー確かにねなるほどね、はい、で俺も良きように喋ろうかあそうですね自然な感じ、はいはいはい、ミュージーどうよしんどくないかみたいな会話しながらほ、はいで、うんうん、まあ常がじゃあなんか切れたりしますわね、はい、そうそうそうどうなったらゴールなのこれあ確かにこの最終的なこのねそうですね、うん、なんかちょくちょくこうやって切れていくので、はいはいはい、なんとなく僕のこの厳しい気持ちがピークに達した時にリュウジ立てみたいなお感じにして お前歯食いしばれおいドキリでーす嘘でーすそれがゴールみたいななるほど、はい、ゴールでどうでしょうじゃあそのタイミングで俺はもうドキリって言ったら大成功やこれでいきましょうこれでお願いしますいいね、はい、リュウジも緊張感がマックスになったところでネタバラシ、はい、バラシでも相当これって俺難しいと思うのが、うん、リュウジっておかしな行動言動ないやん確かにないやんだから相当理不尽な切れ方になると思ういやそうよそうですよねだって多分リュウジ的には、うん、まあ言うてこの 1,2 週間一緒におるやんか、うん、常がそんな人間と思ってないそうそうそこも俺不安なんですよ絶対要は常ってめちゃくちゃ優しく接してるじゃないですか、はい、すでにいろいろも教えたりしてたやもんな、はい、そうそうそう会議の時は違うんやだリュウジからすると常さん会議の時だけ全然違うって思ってた大丈夫っていうことやもんな、はい、そうそうなりますよそうなりますよもう真剣に取り組んでるというなんかそういうちょっと気持ちをむっちゃ楽しみになってきたな、はい、逆に、まあ、どうなるかほんまに分からへんから、はい、例えばトンボだったり、うんまあ、俺もかな、うんまあ、はたまた本人、はい、安武中野くん、はいうんはい、笑っちゃうパターンもあるやんあーはい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 もうこうなった場合は、うん、もう大失敗で締めていい頼みますよそこはえうんギリまでギリまでまあ頑張るよ頑張るよまあまあ頑張るよ、はい、頑張る、うん、そこはちょっと楽しみやな楽しみ楽しみ、はい、まあでもこれはあくまでも常はリュウジのことを思って、はい、そうですそうだねっていうことだもんねもちろん、はい、歓迎っていうことだからそうです歓迎ですそうやね、うんはい、でもひょっとしたら視聴者さんだけ見てる人が、うん、いやリュウジってめちゃくちゃええやつやから、うん、かわいそうでなってるかもしれませんけども、はい、まあでもこれは歓迎ドッキリということで、はい、一つ温かい目で見てくださいお願いいたしますよろしくお願いします、まあ、僕は今80いや 90% 失敗すると思って、はい、絶対無理やいきますいきます大丈夫ですほんま、安心してください頼むで任せてください楽しみだじゃあちょっと今から軽くリハーサルしようかあ、はい、そうですねしときましょうまだ時間があるんではいはいはいじゃあ行きますかはい、はい、というわけで本日もせーのお願いしますさあ今からですねはいちょっと作戦会議をそうですねしたいんですけどはいはいはい今リュウジって、うん、結構こう動画をほとんど全部見てると思うんですよ見てるよ、うん、田中で座り位置とかも大切かなと思っててはいはいまあいつも通りトンボそこやんまあ僕ここですね、はい、で俺ここ座るでしょ、はい安武ここ座るやん、はいうん、で、いつも中野くんってこっちやったりしたやん、はいうんうんうん、けどリュウジが来ることによって今後ね、うん、中野くんの席はこっちになったっていうことにしようなるほどなるほど、はい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 、で常そこなるほどなるほどだからここが開くから、うん、リュウジはここねここだよって、はいはいはい、一番ね初期係だったりとか、はい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 、しやすいポジションにリュウジはここに座ってもらおうみたいな、はい、いいねだからリュウジ入ってきたらあ、リュウジこっちこっちこっち、はいはいはい、ここ座ってもらおうか、はいはいはい、で、常にここではい、うん、じゃあそこいいよいいよこうですよ、うん、で、俺リュウジやろうかうんで、こうすよ、だからこうこうこんな感じ、はい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 、この感じで、やり取りスタートで、うん、なるほど、うん、あ、ここに椅子置いてていいですか椅子、はい、うん、ほんでで多分座ると思うんですうん、座るよ、普通にこれ新人が何座ってんねんああちょっとポイント作っときますなるほどなるほどね、はい、なるほどね地べたに座らんかいはいいいじゃないですかおおいいねいいね何座っとんねん、はい、みたいな
絶対言えへんやん。それ今いいね、いいよ、まあ、任せます、はい、任せます、はいはい、で、まあ、今までって、うん、あんまりこっちの絵の隠しカメラってなかったのよ。ないね、これちょっと初めてお見せしようかなと思うんだけど、はいはいはい、実はここに隠しカメラがこれね、あ、これね、はいはいはい、あるんですけど、使うやつ俺思ってん、うん、ここええんちゃうかな思って、はいはい、ここに、うん、挟むっていけるこれ、あ、これ分からんくない、確かにいけるか、これだと、はい、多分ね取れんのよそっち、あーなるほど、なるほど、これぐらい埋めとこうよ、埋めといたら分からんくなるかもしれない、こうやってほら、あー、はい、これは分からん分からん分からん、あ、ここ座っちゃったら分からんわ、そうリュウジのポジションだったら分からん、うん、うん、そやんな、うん、はい、で気をつけなあかんのは俺やね、あーそうや、俺がテンション上がってこうなったらもう終わりやから俺はちょっと これぐらいにしとくわ、そうちょっと、はい、ここ座って、うん、ちょっとだから深めに座っといた方がいい、深めにこう座って、はいはい、で安さげそこ座るから、安さげもこっち来すぎたら、はいはいはい、多分かぶるのよ、そうですね、だできるだけそっちで、はい、わかりました、この感じで、うん、すごいっすね、動画でなかなかこんな打ち合わせ映したことなかったっすねほんまやな、確かに、だこの感じで、うん、俺らはいつも通りだよな、いつも通りでいいです、そうだよね、はい、うん、いつも通りにしてたらもう常が勝手に切れるってこと、はい、だから別に常に乗っからんくてもいいわけだもんね、変に、ああそうですね、うん、はい、そうだよね、はい、うん、オッケー、じゃあちょっとどうなるかわからないんですけど、いやこれはもうやろう、はい、常のこれはだからもう晴れ舞台ですから、そうやな、はい、行こうか、はい、行こう、じゃあとはいえまだあと30分ぐらいあるんで、ありますね、じゃあ俺着替えるわ、ああそうですね、真剣、はい、に着替えて、あの会議やから、そう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 、それで行きましょう、はい、はい、いよいよ本番です、よっしゃ頑張るぞ、はいはい、どうなるか分かりませんけども、はい、お楽しみください、お願いします、お願いします、おはようございます、おはよう、リュウジ、初参加、初参加、ね、来たね、初会議、はい、初会議やんか、はい、うん、はい、あ、ごめん、そこごめん、リュウジそこ座ってもらって、はい、いつも中のそこやねんけど、はい、リュウジ参加するんやったらちょっとこの感じでいこうかな、あ、わかりました、お願いします、ちょっと遅いかな、来るの、あ、すいません、ちょっと、はい、うん、じゃあ、じゃあ、ええやん、別にそれ、うん、やっぱみんなより最初に来とかんと、そうですね、はい、うん、まあまあまあ、全然全然、最初は、いや、早めに来てるからええよ、あ、はい、ちょっと、常ちょっとね厳しいのよ、そういうの、あ、はい、すいません、ちょっと、いや、まあ、もうちょっと早く、はい、まあまあ、頑張ってくれ、はい、うん、お願いします、緊張するよな、そうですね、初めてなんで、ちょっと緊張します、そうね、はい、でも俺嬉しかったよ、なんかリュウジからこの自分から会議出させてくださいって言ってさ、確かに正直不安なんよ、俺は、うん、あー、不安っすか、いや、だってちょっと長いやん、会議が、まあ、確かにね、で、結構あの、リュウジが思ってるよりも、うん、いや、ガチやんって思うもちろん和気あいあいもするけども、はい、時にはこう、ガッて詰めてちょっと行き詰まったりするとね、まあね、ピリッとする時も、ピリッとする、うん、まあ、ガッと行く時、椅子座ってたらちょっと難しいかもやけどね、新人で椅子座ってたらちょっと、あ、そうですか、大体、地べたら行くけどな、じゃあ、別にええやん、はい、うん、あかん、地べたら、はい、ちょっと、いや、まあ、多分、椅子にちょっと高いから、あ、みんなより目線が、はい、先輩より、いや、気にならんけどね、別に、お前ですか、ちょっと、まあまあ、今日は、はい、すいません、じゃ、別にええよ、別に、まあ、はい、今日はちょっとここで、はい、失礼します、すいません、常ごめん、厳しいね、はい、ありがとうございます、ごめんごめん、正座とかせんでいいから、はい、うん、しんどいから、いや、しといた方がいいよ、絶対にな、しといた方がいい、はい、ありがとうございます、うん、始まったな、そうっすね、常も常の方が始まってもな、まあでも分からんでもないですよね、え、分からんでもないですよ、まあまあまあ、ちゃんとしなきゃっていう、まあ、挨拶するときもマスク外すけどな、すいません、マスク大体はな、顔が見えへんから全員いっちゃう、それで俺らも知るし、そう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 、いや新人なんで、それはまあまあ新人って、まあまあ、マスク取ったらそれ、あ、そうです、はい、取ったんやん、すいません、マスクでいつまでも、すいません、ええけどな、いや、まあ、はい、顔見てもらわんと、そうです、初めての会議で、はい、そうやん、喜怒哀楽見していかんと、はい、みんなに顔覚えてもらわんと、はい、じゃあ全然ええけどな、マジでなしでも、うまいっすか、うん、俺はね、はい、その別に芸人さんとかだったらね、うん、なんか顔覚えてもらう、そうね、知ってるし顔、うん、
硬くなっちゃうから。リュウジも初めての会議でこうなったらちょっとガチって硬くなってまうから、そう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 、リラックスしていいよ。あ、開きます。毛入ってるからさ、やっぱり、はい、こっちは、はい、うん、実は常にこんな感じよね。あ、まあ動画上ではなんか温厚みたいな感じでやってるけど、はい、ほんま来んないから。ごめんな、がっかりさせて。いや、もう全然です。ごめんな。いや、全然です。ありがとうございます。なんか会議になるとなんかピリつくんよ。ちょっとスイッチ入りますよね。そうそうそう、今まであの岡崎チャンネルとは隠してきててんけど、結構そういう節があって、うん、なんかな。いや、そうですね、はい、やっぱ真剣作ってるからさ、動画。はい、はい、いきます。全然硬くならなくていいからね。はい、うん、すいません、あります。今後リュウジとかも、まあ今から会議すんねんけど、なんかもしこういう企画がやりたいとかそういうのがあったら全然言ってくれていいよ。それは嬉しい、ね。まあ、通るも通らないもやっぱりチャレンジやから、そこも、はい、俺ら的には若い力って本当に嬉しくて、うん、その若い目線の企画とかってあると思うのよね、はい、今流行ってる何かとか。一応俺らも調べてはいるけども、なんかそれとも中野も嬉しいよな。いや、めちゃくちゃ嬉しい、はい、違う角度からっていうのはね。だからそこ、はい、遠慮、とにかくうちのチームは遠慮しなくていいから、うん、はい、なんかあれば。今日は全然いいから。あ、はい、わかりました。それどう思う、それ聞いてどう思う。いや、もう自分もやっぱりチームの一員として、うん、企画といいますか、ちょっと考えていけたらなっていうふうに思います。声ちっちゃいな。あ、すみません、ちょっと。いや、全然いいよ、声聞こえてるから、常。いや、ずっと声ちっちゃいわ。すみません、ちょっともうちょっと、はい、若い力欲しい言うてるやん、ずっと。はい、こう張っていかんと。はい、うん、ずっと例か例えたら、いいいいいい、例えば超えてんちゃうか。じゃあ、ええって、ほんとに、うん、ほら、はい、何が声ちっちゃいかな。これ出しちゃいかんと思うな。ほんまに言えて、うん、ちょ、まあ、ほんまもう、ちょ、落ち着けて。リュウジ、はい、初めてで、これはさすがにちょ、引くと思う。うん、いや、どの会社も来んないけどな、大体。そんなことないけどな、全然な。そうっすね。でも、やっぱみんなからこう、ちょっと元気良すぎるわって言われるぐらいせんと。はい、もちろんそうです、ね、うん。あ、触ってきたから靴下脱ぐわ。あ、はい、靴下、はい。え、脱げよ。靴下ですか。なんで靴下、別に脱がんでいい、脱がんでいいよ。うん、いや、熱なる気ないやん、気持ちが。お前ちょっと、つね、いつもよりひどいで。うん、ちょっとちょっと かかってるな、なんかな。うん、うん、どうした。いや、ちょっとやっぱ新メンバー入るからやらなあかんな思って。すいません、そんなんか、ね、あんまり言い過ぎても、うん、あかん方にちょっと言い過ぎちゃうから。そうそうそう、うちらがもうみんなそう、なんか変な人たちみたいになっちゃう。うん、いいよいいよ、靴下。いや、いいいい、脱がない。大丈夫大丈夫大丈夫、うん、大丈夫大丈夫。すいません。やります。やりましょうか。お願いします、はい、お願いします。来ますか。はい、ね、そうね、うん、まあまずあれだね、なんかせっかくリュウジ入ったし、はいはい、なんかリュウジの企画とかできたらいいよね。ああ、そうっすね、うん、あ、そうっすね、うん、結構何でもできるもんな。そう、はい、頑張りたいと思ってます。うん、何ができるか言わんと、何でもできるかなっつって。いや、それできるもんできんもあるやん、それは。うん、何ができる。いや、もう本当に企画をもう自分が精一杯、うん、その企画に対してちょっと向き合って、うん、精一杯頑張るっていうのはできます。偉いな。開きます。うん、俺なんか、うん、せっかくリュウジの武器でいくと剣道があるやんか。あー、確かにね。十何年間やったっけ。あ、12年やってます。やってるって。しかも結構やったの、確か腕前が。あ、まあ、はい、そこそこです。はい、ね、うん、だからなんか芸人さんでさ、例えばハンニャのカナダとか。ああ、なるほど。ね、うん、剣道有名。いいっすね。うん、いいっすね、いいっすね、本当に。あ、うんうん、とかでガチ対決とかちょっと見てみたいな。あ、見たいっすね。見たい見たい。見たいですか。うん、え、カナダが、はい、そのテレビでやってたりするやんか。あ、はい、見たことある。あ、もちろんあります。はい。あ、マジで。はい、ぶっちゃけどうなの、勝てる。そう、そうですね、ぶっちゃけ、はい。うえー、おー、勝てるんや。あの、専門家。おまかいな。はい、頑張りたい。勝てんの。はい、頑張りたい。そんな強いの。強いっていうか、
お笑い芸人されながら、うん、っていうことですので、僕あの大学で一応専門でやってるので、ずっとやってるもんね。ちょっとまあ、わからないですけど、ちょっと頑張りたいなと思います。すごいな。ありがとうございます。カナダやってくれたらやけど、うんうん、でもそれでいくと多分芸人さんだけじゃなくてもいろいろタレントさんでもおるやん。そうっすね。ああ、うん、そうですね、うん、そうそうそう、うん、そういうのを全部道場破りしていくみたいな、うんうん、海底側の、はい、いや、いい、いい、いい、大丈夫、大丈夫、まあ、今はいいから、今いつ書くんかなってずっと待ってるわ。あ、すいません、ちょっと書いた方が、俺書こうか。いや、もう自分が書きます、はい、もちろん。そやな、はい、やろうや。はい、お願いします。あ、じゃあ、ちょっと、はい、ごめんね、うん、動きが遅いな。すいません。じゃあ、じゃあ流れが常に分かってないから、まだ芸人で、なんとなくやから、今までなんとなくね。はい、うん、すいません。それありじゃない、ちょっといいっすね。見たい見たい剣道。うん、ちゃんとさ、審判とか読んでさ、うん、うん、ガチ対決ですね。ガチ対決、うん、いいじゃん、いいじゃん、うん、ちょ、字ちっちゃいわ。あ、すみません。いや、元気出していく。声もちっちゃいな。すみません。ちょっと、頑張ります。じゃ全然ちっちゃないやん。もうめちゃくちゃ、なんなら大きいよ、うん。いや、元気見せていかんと。なあ。はい。いや、もう、もっと、もっと書いてみんや。剣道。じゃあ、常に一回書いたら、どんなに書いてみんや。すみません。剣道対決。あ、これぐらい。いや、これぐらいかな。でも元気伝われへんがな。なあ。はい。剣道対決。剣道対決。じゃあ常にほんまにでかいわ。でかくいかんと。じゃあほんまにでかすぎる。読みづらいし。書かれへんやん、他。うん、他のやつが書けなくなっちゃうから。いや、気持ちやん。な。気持ち。任せ俺にしてやろ。はい。しっかりせよ。はい。大きく OK。 はい、ありがとうございます。ちょっと、いい、リュウジ、本当にデカすぎるから消しちゃって、それ。あ、はい、ちょ、おかしいですね、前、うん、もう他書かれへんなってくるやん、これよ、見づらいしな。どうした、どうした、どっち消してんねん。上消して、そっち消すんかいやろ、この流れ。タスクチーム何や思てんねん。なあ、おもろいな、新人が言うて何笑ってんねん。何笑ってんねん。笑ってあかんがん。いや、ちょっとこんなこと言ったらあれないかもしれないですけど、ドッキリですか。言うたらあかんがん。言うたらあかんがん。こんなこと言うてやん。これもう分かんな。ドッキリ大失敗。ごめん、リュウジ。衝撃やったわ。ちょっともう、ちょ、もうほんまに、ちょ、これ大丈夫かな。いや、これは問題作できましたね。出たよな、これ出ましたね。あ、すいません。ちょっとごめん、リュウジ、わけわからんよね。はい。じゃあでも、俺もう笑ってもうてんけど、うん、リュウジ急に爆笑しだしたやん。え、どういうことあれ。どうした。いや、なんかもう大根すぎて痛いよ。ちょっと待って、なんでなあ。リュウジも気づいてたってこと。結構早いだね。いや、最初はあのもちろん本当に、うん、あの厳しくしてくださってるのかなって思ってたんですけども、うんうん、この文字の大きさとかあ、これちょっとおかしいなってなって。はい、おかしいなとなって。さすがに。どういうことなんこれ。もうちょっとどの辺から。あ、もう文字ら辺で、はい、これドッキリちゃうかなって思ったんや。もしかしたら、はい、ドッキリなんじゃないかなと思いました。思った。はい、でもこれは俺からも言いました。はいはい、言ったらあかんやん。今回の実はドッキリはね、言うてあげて。今回のドッキリは、はい、いつも温厚な常が実はめちゃめちゃ厳しかったら新メンバーはどんなリアクションするのか。ドッキリですよ。
そういうことだったんですね。そうで、リュウジさ、俺らの動画もほぼ全部見てるでしょ。はい。で、一回常が入ってきた時のドッキリって知ってる？覚えてる？あ、もちろん、はい、見てます。見た？はい。あの、踊り出したやつやつ。そうそう、あれを常がやりたかったんで、歓迎ドッキリしたいって。したかったのよ、お歓迎を。でもあれは常の時は常芸人やからなんか何でも乗ってくれるんちゃうかっていうコンセプトでやったんやけど、うんうん、はい、じゃあ今回常がもうぜひとも歓迎ドッキリで、はい、もう普段めちゃくちゃ温厚やけども切れたらどんなリアクションするかみたいなこと、はい、検証結果は、うん、爆笑するっていう。そうですね、そうですね。俺ユージ笑った時もうやばかったよ。急じゃなかった、なんか。そうっすね。だって急に。うわ急に最後のさ、なんか、はい、剣道対決消して言うてさ、うん、どっち消してんねんはもうボケや。そうそうそう、もう面白くなっちゃってさ。あとバレてないと思うけど、はい、トンボめっちゃ笑ってたから。無理ですわ、俺もう。じゃもう無理っすわ、だって。ずっとおかしいんだもんだって。いやまあおかしいよ、だって今回理不尽やもん。いやもう面白かった。悔しいな、もうちょっといけると思ったんですけどね。いやこれはでもどうしよう、大失敗や。いやこれはもう完全なる大失敗ですよ。まあでもリュウジ絡んでるから、はい、俺はメインで出すよこれ。いやこれはもうそうしましょう。ありがとうございます。いやでもこれ どんなコメントくんねやろ。複雑よな。本当ね。うん。うん。だからもう常のもう優しさとリュウジの真面目さが両方悪い方に出たという。リュウジは悪ないと思うねんけど。でもできたらリュウジ今後ね、はい、あんねんたまに多分、はい、あれこれドッキリかもって思うことあると思うけど、うん、乗って。とにかく、はい、今回のドッキリは大失敗でした、はい、皆様すいません、温かい目で見てください、はい、常も常でね、頑張った新しいこうやって自分で企画を持ってきて確かにやりたいっていうことはこれはもう大評価ですから。いや素晴らしい。その代わりもう今回分かったやん、はい、もう失敗やから、はい、もう二度とあなたでキレるドッキリはしない。ほんまに、はい、やりませんから、はい、リュウジもね、はい、これを機にまた一つ深く、はい、我々と確かに頑張っていきましょう。そうですね、はい、お願いします。いやもう早見たい、もう一回俺早く見たいっすね。リュウジの笑い出しみたいな。マジで急にやったから。あの最後にこれだけ言っとくと、リュウジあの会議とか、はい、それ裏とか我々は顔変わらないから、はい、安心してください。誰も表現とかしたりしないから。、はい、大丈夫なんで、はい、これからものびのびやっていってください。はい、お疲れ様。リュウジお疲れ様。お疲れ様。最後まで見ていただきありがとうございます。チャンネル登録お願いします。 Twitter のフォローもお願いします。またお会いしましょう。